のチョコレートです。よろしくお願いします。皆さんもね、はい、きっとこれ感じてることだと思うんですけど、はいはい、交通事故ってすごく怖くない、うん、いやー確かに怖いよね。もしかしたらさ命を落としたかもしれない、まあ、昔からね、うん、地震、雷、火事、親父、事故って言われてるぐらい。なんで急に事故ランクインしてきたって語呂悪いだろ。いやもうなんでねこんなこと話すかっていうと、うん、最近ねちょっと事故っちゃいまして。ああそうですか、うん、その時にね、うん、あのガードレールに命を救われたんですよ、うん、ガードレールが守ってくれたんだ、まあ、ガードレールって言っても GR のことですけど。いやガードレールを GR って略すの、まあ、正確には言ってなかったですよ。その発音では言ってなかったでね、まあ、とにかくそんな頼りになるガードレールを、うん、あごめんなさい GR をね、いやいいよどっちでもよ、もっと道路以外にも使っていくべきだなって思ったんですよ。道路以外、うん、だからガードレールで、うん、もういろんなものを守っちゃおうって思ってるんですよ。例えばどんなもの。だからまあ、うん、シーサーの代わりなんていいと思います、ね、いや家の門のところにいきなりガードレールあったら怖いだろ。シーサーって沖縄の家を守ってるじゃないですか、うん、絶対ガードレールの方が守備力高いですよ、ね、いやそんなにディフェンスに定評ねえだろ。シーサーの仕事なくなっちゃう。それかシーサー自体をガードレールで守っちゃってもいいかな。いや守り神が守られてる状況って何なんだよ。でも守備力単純に2倍になりますし、いや見た目珍百景だからな、まあ、まさに鬼に金棒ってやつですよね。いや鬼に金棒だったら俺はお前に脱帽だよ。それとね僕三遊間も守れるかなって。三遊間野球は無理だろ。いやいやサードとショートの間にガードレールあったらヒットになりにくいじゃないですか。そもそも野球しにくいじゃないですか。しかもカーブミラーもそこに立てちゃえば見通しも素晴らしいですよね。じゃあそのミラー見て二塁ランナー一気にホームに突入するよ、まあ、あとは中日の荒木と井端に任せとけば守備力マックスだと思います。いいよ任せなくて。荒木と井端も迷惑してんだよ。4番ガードレール、めっちゃ打つなおい。ガードレール守備固めじゃねえのかよ。失礼いたしました。4番 GR、 どっちでもいい。そこはどっちでもいい。そもそも4番ってところが問題なんだ。いやでも守備力できて攻撃もできる、これまさに鬼に金棒ってやつだと思うんですよ。いや鬼に金棒お前好きだなおい。てかこれ野球の話分かってんの野球好きのおっさんだけだぞ。僕ねファニーボーンも守れるかなって思った。ファニーボーン、ファニーボーン、あの肘のこのぶつけたら痺れる部分。知らねえよそんなの。肘のこの部分がファニーボーンなんてそんなおなじみじゃねえの、まあ、ガードレールを小さく切り取ってつけとけば守れますよね。何なんだよその発想。まあ次世代の絆創膏とでも言いましょうかね。いや次世代すぎて俺ついてきてないけどね。まあここにのはとにかく貼っとけば、うん、まあ皆さんも肘もねぶつけ放題ですからこれからは。いやぶつけ放題にする必要がねえんだ。肘もしびれ知らずになりますよ。いやその前に恥知らずだと言っとくけど、ね、ここに貼ってるやつなんかや。僕ね喉仏に貼ってこういう喉つきからもね守れると思ってるんですよ。いやどの場面で喉つかれるんだよ。だって喉つきなんていつ誰にどこでやられるか分かんないですからね。いや俺永遠に誰にもつかれない自信あるけど。だって今皆さんの喉もボクシングで言ったらもうノーガードの状態ですよ。いやだってガードする必要ねえんだもん。たまにねそのタートルネックでガード固めてる方もまあいらっしゃいますけど。違う違う違う別にあれ守ってるわけじゃない。寒いから来てるんだよ。とにかく喉仏につけとくからもう安心ですよ。いいよだから守る必要がねえんだっつう。今ならね、うん、三遊間用、シーサー用、喉仏用、ファニーボン用、この4つをセットにしてお値段2980円でやってます。いや2キュッパが安いかどうかわからないけど、ね、もちろん送料無料で今すぐお電話。なんで通販僕言うんだよ。通販僕言って誰が買うんだよ。あちなみにこれレディーガガは買っていただきました。あいつ買ったのかよ。ちょっと買ってそうだけどなっていう話をね今日しようかなと思ってんだけど聞いてくれるか。全部聞いてたよ。もういいよ。